監督生、監督生、よかった、目を覚ましたね。見てごらん。監督生君、驚いた顔をしているね。あれはね、エペル君がやったのさ。みんながやられちゃうと思ったら無我夢中で。発射させるか。これは監督生君とムシューがガラスに覆われている。いや違う、これは強力な魔法障壁を用いた結界か。二人ともビームの衝撃などまるで届いていないかのように深い眠りについている。エペル君、君がやったんだね、メアベイユ。俺か。そうとも、私にこんなことはできない。エペル君、この結界にカローンたちを全て閉じ込められればこの場を切り抜けられるかもしれない。やれるかい？わからない。でも絶対やってみせます。今こそ君の奮霊の精神を見せる時だ。はい。魔導ビーム再装填開始。 80% 90%。 大丈夫、落ち着いて呼吸を整えて集中するんだ。君の内なる声、耳を澄ませてごらん。頭に浮かんだ呪文を唇にそっと乗せてみて。さあ目を閉じて、息を止めて、スリープキス。さあ、俺のユニーク魔法だ。ブラボー、愛しの姫リンゴ、感謝と称賛の抱擁を。ルークさん、苦しいレス。おっと、すまない、感情が高ぶってつい力が入りすぎてしまった。ありがとうございます。まだこの魔法をしっかり掴みきれてないけど、魔法で作った結界の中に相手を閉じ込めると、一時的に相手の活動を止めることができるみたい。オンボロ寮でエース君やデュース君が襲われるところを見てたせいかな。とっさにみんなを守らなきゃって思って。使い方によって味方を守る盾にも、敵を封じる檻にもなる。この魔法障壁の堅牢さはエペル君の意志の強さそのものだね。宝石よりも硬く美しい。何人たりとも君の決意を傷つけられやしない。本当に美しい魔法だ。君
のユニーク魔法の発言に立ち会えたこと光栄に思うよ。ビルが知ったらどれほど喜ぶか目に浮かぶようさ。でもまだ座標を定めるのが難しくて、カローンを全員捕まえるのにかなり手こずっちゃった。覚えたてで使いこなせる人なんかいやしない。大丈夫、すぐに上達するさ。おや、ムシューも目を覚ましたようだね。気分はいかがかな。君たちが助けてくれたのか、本当にありがとう。このカローンたちはオートパイロットモードだったようだ。オートって中に人が入ってないってことかな。ああ、無人状態のパワードアーマーが人間を攻撃するなんて通常はありえない。おそらく島内の警備を管理しているケルベロスシステムに何かトラブルがあったんだろう。もしかすると本部内はここよりも危険な状態になっているかもしれない。なんと。君たちも今すぐ来た道を戻り、外周部にある緊急脱出用ターミナルから島外へ脱出するんだ。この様子ではターミナルが動いているかどうかもわからないが、それでも外周地区の方がここよりはずっと安全なはずだよ。ご忠告ありがとう、ムシュ。しかしその話を伺い、私たちは一刻も早くこの建物の中へ向かわねばならなくなった。